後半の、まあ欧州統合の動きと、まあ、それに対するアメリカの説、というふうな、話をしたというふうに思います。で、その第6章のとこまで読んでいただくように、皆さんお願いしたんですけど、今日は、ちょっとこの50年代、のところで、終わります。でですね、今週の、講義、どういうことをお話しするかというと、まあ、上の、大きく分けて、中身としてはこの、第2着者のところの話を中心にするんですけれども、ですね、先週、アンケートを書いていただいて、なぜということとしてはスライドを出したやつがそのノートを取りづらいというご意見をされましたので、とりあえず明日にでも、過去のスライドに関してはホームページの方に公表するようにしますので、それをご覧ください。まあ、内容に関わる点としては、個々の、一つ一つのスライドというのは、まあ、それなりに理解できるけど、全体の中で、それがどういう、位置づけになっているのかということが少々というか、まあ、かなり分かりにくいという条件がありましたので、ちょっとそういうことに気をつけながら、やっていくつもりでいます。でそれでですね、最初にこれは先週の復習になるんですけれども、アイゼンハワー政権、というものが、まあ、どういう課題を持っていて、それが、まあ1950年代後編どのような、困難に直面していたのかという、まあ問題を、まあ先週 のおさらいをしながら問題を整理すると同時に、そういう中で、まあ、1950年代、後半ってそんなにまとまりのない、時代とも言えます。ですね、まあ、年表前に出したと分かります、私たちもあるんですけど、まあ、第一の転換というのが、1949年、の転換という、もうですね、そのうちになりますと、それまでの ECSC という、まあ、石炭鉄鋼エネルギー、というものの、まあ、超国家的な統合を、まあベースにして、そしてそれを、まあ軍事、政治にまで、まあ、このヨーロッパ統合を、開けていこうと。特徴としては、まあフランス中心ということと、もう一つ、まあ、イギリスが、この、まあ、ECSC、EDC、EPC に反対したのは、それが、まあ超国家的な統合であると。あるいは、まあ、この50年代、後半に至っても、まあ、イギリスが、主張するものとしては、この、まあ、モネが主導するような、まあ、エネルギー、軍事、政治に関するような、まあ、主権の移動を伴うような、まあ、ヨーロッパの統合ではなしに、イギリスが
考えてもらう。ステップ1クール。の範囲内でというか、まあ、何か試験の異常を伴わないような、まあ、報酬の、まあ、協調関係というような、ものでして、まあ、この49年転換としては、第一には、まあ、フランス、イギリス中心から、まあ、フランス中心ということと、アプローチとして、まあ、長期化系統合、この2つを、目指したわけなんですけれども、まあ、3つ目の書籍として、まあ、1954年に、まあ、EDC が、
で、その中でも、まあ、大体どういうような領域で問題が発生したのかといいますと、一つには、客観的問題。と言いますのは、まあ、このスクールドニーショックという、まあ、ものが、まあ、大層、ソ連に対する、まあ、アメリカの、戦略、爆撃能力の、まあ、優位に基づいた、まあ、入力という戦略だったんですが、それが、まあ、破綻するというものに対して、まあ、対する、あるいはバイデン政権というのは、まあ、ニュー入力、というような、考え方で、まあ、まあ、スクールドニーショック、ソ連の ICBM に対抗するために、まあ、ヨーロッパ、大陸を、まあ、核ミサイル基地化しようという計画をするんですけれども、そのもとで、その視点において、まあ、核を持っては当然、まあ、米ソ、が、まあ、当然核を持っている、それに対してそれプラス、まあ、イギリスという状況が、あるわけなんですけど、それに対して、フランス、そして、まあ、ドイツ、フランス西ドイツというのは、この、米ソ、米による、まあ、核管理、他国の核管理に対して、まあ、フランスドイツというものは、この核クラス、に対して、まあ、まあ、加入すること、目標とする、ことによって、まあ、非常に問題が複雑化するんですが、この問題、が1点と、そして、まあ、2点目としては、通商問題。多くは、まあ、さまざまな側面なんですけど、まあ、多くは、交渉のイシューとしては、まあ、核管理問題と、まあ、通商問題、これが、まあ、欧州内部によって、そして、まあ、アメリカと、欧州の間で、まあ、こうするんですけれども、これに対する、まあ、対応策として、この、ルネサスの、本で、政策指令、40ということで言われている、まあ、NSM40。まあ、アメリカの政策文書の列がありますけど、それで、この、まあ、第2の転換、つまりここでの、1949年の第1の転換に続く、まあ、第2の転換ということ、これを、まあ、アメリカは一つ詰まれるわけなんです。けれども、ここにつながる諸要素というものが、出てくる時期ですね。まあ、複雑化している要素ということに関して、まあ、話するのが、まあ、今日 の, 課題ということに、したいと思います。ですから、まあ、その意味で最後のこの大の転換がどういうものであるかということに関しては、来週お話しますので、結局、まあ、この複雑化する、いくつかの出来事というようなことを、まあ、各、パーツに分けて、まあ、ご紹介するというのは、まあ、今日の、講義ということになります。ですから、まあ、そこでの、まあ、どういう問題が発生したのかということに関する、まあ、来週どのような解決がされるのかということに関する、まあ、前段階ということに、なると思います。大きな構図としては、まあ、この、1950年代、後半における、まあ、諸事件に対して、まあ、ヨーロッパがどのように、リアクションしたのかという、ことが、まあ、中心になります。そして、これは、まあ、これまでの講義の、整理になるわけなんですけれども、まあ、NC68 という、まあ、懸念構想に転換する、まあ、8.2.0。まあ、ソ連に対する、まあ、力の立場の、まあ、構築、という考え方なんですけれども、まあ、それを、いくつかの政略の中で、実現しようとしたのが、アイゼンハワー政権、の、まあ、政策ということになります。
で、まあ、第1点、としましては、もともとこの NSC68 文書というのは、それに必要な、金額からする、財政コストという非常に大きな問題、を払うものだったんですけど、これを、まあ、財政負担の軽減、という中で、まあ、実現しようと。で、そのものとしては、空に対する、まあ、攻撃力というものを入力戦略、という、まあ、まあ、もしてね、まあ、核弾頭能力に関しては、まあ、ソ連とアメリカというのは、まあ、ほぼ匹敵すると言っていいんですけれども、その時点での、アメリカの、まあ、優位な、ものとしては、戦略、爆撃能力といいますのは、まあ、簡単に言えば、まあ、その時点での B52、というような、まあ、爆撃機、戦略爆撃機の、まあ、能力に基づいて、もし、通常兵力に勝る、まあ、東側という共産圏というのが、まあ、ヨーロッパ大陸において、まあ、攻撃を仕掛けた場合に、この、まあ、核攻撃能力、によって、まあ、報復するという、まあ、大量報復戦略という考え方なんですけれども、それによって、まあ、NSC68 の下私は、まあ、安く、実現しようとしたものが、その一つです。もう一つは、対処対抗戦略として、まあ、西ドイツの、再軍備というものを、まあ、このヨーロッパのディフェンスコミュニティという、まあ西ドイツ国軍というのが、まあ、復活したい形で、欧州統合の、まあ、枠内で、実現しようという、まあ、西ドイツ、再軍計画、そして、まあ、その、実現形態としての、まあ、EDC、欧州防衛共同体というような考え方です。そして、まあ、3つ目には、これは、まあ、世界政策ということなんですけれども、中東よりあるいは、まあ第三世界に対しての政治的軍事的なコミットメントを強めるというこの3つぐらいが、大きく言って、まあ、アイゼンハワー政権の、まあまあ、課題であったというふうなことをお話し、していました。でそれが、まあいくつかこのほころびを、始めるのが、1950年代後半なんですけれども、これを一つ一つ、整理していきたいんですけれども、でまず、入力戦略、ということに関してはですね、スクロニチョーク、これはどういうことか言いますと、1957年、ですけれども、まあ、スクロニチョークそのものは、まあですね、ロケットなんですけれども、まあ、それを、ソ連が、まあ、開発する、力を、まあまあ、それを、まあ、進んでいく、というのを、まあ、公表するわけなんですけど、それによって、まあ、それまで、アメリカというのはソ連に対して、まあ、戦略、爆撃能力において、まあ、優位に立っているというような想定があったんですけれども、それによって逆に、ソ連が、大陸間弾道ミサイル、ICBM という、まあ大陸間弾道ミサイルというのを、打ち上げる力を持っているということが分かりましたので、逆に、まあ、ソ連の方がアメリカに対して、まあ核攻撃力、ということに関して、まあ、優位に立つという、状況が生まれたわけです。それで、まあ、その時点での、アメリカが持っている、力というのは、まあ、中距離核ミサイル、ソ連の ICBM に対して、アメリカは、まあ、まあ、爆撃機、ですが、これは、まあ、ミサイルに対しては、まあ、全く、スピードとして、まあ、問題にならないということで、唯一可能だったのはアメリカが開発を進めて、まあ、中距離ミサイル、これは、まあ、大陸間弾道ミサイルは、まあ、この57年の時点では、まあ、アメリカが持ってなかったんですけれども、この中距離ミサイル、だったら、まあ、持っているということで、これを、まあ、ヨーロッパ大陸、
具体的には、まあ、あの最終的にイギリスとイタリア、トルコということであるわけなんですけれども、そうしたら、まあ、ソ連の長距離、弾道ミサイルに対して、ヨーロッパに、長距離ミサイルを、まあ、配備したら、これで対抗することができるというような、あの NATO 武装計画が、まあ、あのニューニュールック、まあ、これは、まあ、完全レトリカルだと思うんですけれども、ニューニュークそのものは、まあ、あの新しく、地帯を入れて、まあ、新規の一回しとかと訳されることが多いんですけれども、それをさらに、もう一段階進めるというふうなあのことによって、まあ、あの大層、核有利というものを、まあ、維持しようというのがこれ、1点目のことです。ですが、まあ、これはあの同時に、こうした、まあ、核問題に対するまあ、イギリス、そして、まあ、あのフランス、ドイツ、核問題に対する、まあ、あの実際、まあ、そうした、ミサイルが置かれたとして、まあ、ソ連としては当然、イギリスに対しても、まあ、あのそうした中距離ミサイルを、まあ、受け入れた場合、ミサイル規制を受け入れた場合には、核攻撃の対象にするというような、まあ、をするわけですので、この、まあ、あの可能な手段としては、こうした、まあ、あの米ソ関係、米ソあの緊張に対して、独自の核を、持つことによって、まあ、この問題に、まあ、コミットし、まあ、自国の安全保障を、まあ、あの確保しようというような、問題が、まあ、生じるわけです。そして、まあ、あの前回の話ですけれども、その EDC、というような ECSC の延長線上でさらにこの超国家的統合を、まあ、進めていこうとする、まあ、あの思いの動きというものは、EDC 問題、EDC、欧州貿易協定に関しては、これが、まあ、あのフランス国民会の、まあ、このモメというものは、モメというものは、まあ中道政権なんですけれども、まあ、あの左派あの、フランス共産党とその右派、ドゴール派、というものが、まあ、それぞれの立場から、まあこの、EDC に対して、まあ拒否するということによって、まあ、あの EDC とのが、まあ、有利になってしまうという、問題に、まあ、どう対応するのか、そして、まあ、3つ目、これに関しては、まあ、必ずしも、アイデアン政権の技ですというわけではないんですけれども、中東への政治的自コミットメントとして、1956年、F2が、まあ、エジプトに、共同出兵し、まあ、軍事的には勝利を収めるんですけれども、一方においては、まあ、アメリカのダレス、国務長官がこれに、F の、事前、相談のない、アメリカに対する相談のないこのエジプト出兵に対して、まあ、拒絶すると、それによって、まあ、イギリス、フランスというのは、スエズからの、まあ、エジプトが撤退を余儀なくされるというようなプロセスの中で、まあ、イギリス、フランスという、まあ、残存する植民地帝国という問題が、生じるわけです。ですから、まあ、ブレトン協定、の中に、まあ、イギリス・フランスというような、まあ、旧植民地、帝国というものは、その植民地を、手放すというような、中身を持ってたんですけれども、事実上、まあ、イギリス・フランスというものはこの、イギリスは、まあ、後半イギリスは、まあ後半としてフランスも、まあ、インドシナ、アルジェリアという形で、まあ植民地保有というのは続けたわけなんですけれども、こうした、まあ、イギリス・フランスの、まあ植民地政策そのものが、アメリカによる、まあ統一にあったというような非常に、まあ、大きな政治的分析的ことなんですけれども、その後で、まあ、イギリス・フランスの、支配権なり、まあ、権威というのが揺らぐ中で、まあ、アメリカはどういうふうにそれを支えながら、まあ非常に、まあ、踏み込んでいくのかというような、まあ、問題が、まあ、そうした、わけです。というのはこうしたことを、まあ、背景にして、これは、まあなんか国際的全体の動きなんです。そのことで、まあ、欧州統合というものがどういうふうに、再編されたのかということに入っていきたいというふうに思います。
でもこれは今までの講義の、大体整理したものなんですけれども、今までは主にこの第一の転換ということを、こちらの欧州統合からのが、欧州統合に関するような問題でして、それに対して、アメリカがどういうふうに戦略を出してきたのかというようなことですね。そしてそれが、スウェーデン機、スプートニック式、そして EDC、流弾という、こうして挙げた3つ、によって、イギリス、フランス、ドイツ、そして、ベネルクス三国、というものが、それぞれ、独自の、韓国がどうな、していく時期というのが、1950年代後半、の、非常に、国際政治上でも前に見る、混乱期、ということになります。で、そのことで、どういうふうな形で、アメリカと欧州と、アメリカとも欧州諸国の、同盟関係、総合依存関係を、構築するかという、第一の転換というものが、考えられたわけですけど、それの、各要素ということを、お話したいと思います。でまず、この、モネが進めた、フランス中心、と同時に、そして、超巨大な統合、による、ヨーロッパ連邦構想というものが、どういうものだったのかということを、図を見ながら、お伺いしたいんですけれども、もともとあるのは、これが、後に残ったものとしてあるのは ECSC という、シューマンプラン、と呼ばれるものなんですけれども、中身としては、ノネが起草したというふうに言われているんですけれども、ECSC、各国、というものが、ヨーロッパ各国というものが、当然その石炭資源、鉄鋼資源というものを、有しているわけなんですけれども、それが、そもそも1940年代、第二次大戦直後から、1950年初頭ということにおいては、まだその石油時代というものが本格的に到来していませんので、ここでの石炭鉄鋼資源、というものが、フランスにとってもドイツにとっても、経済復興、をするために、どうしても必要な資源だったわけなんですけれども、それを、一つ の, ECSC という、オーソリティのもとに超国家的な機関のもとに、フランス・ドイツそうした、もうですね、このことを、超国家統合と同時に方法としては、部門別アプローチ、この部門というのは石炭であったりとか、石炭鉄鋼という特定のセクター、産業セクターということを、対象にしてそこでの、統合ということを推進進めようという、これはモネの間というふうに言われています。でそして、モネがさらにその、50年代前半に進めたのはこの、ECSC、ですね。そして、この超国家統合には当然、イギリスはECSC に参加した、フランス、そして西ドイツ、イタリア、そして、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、ベネルクス三国による、6カ国による、統合路線、ということになります。でそしてその6カ国の枠組みの中で、まずこの EGC を、という、軍事力、軍隊を、それぞれ配置して、その超国家的な、欧州 EGC 軍を戻るということ、それを通じて、EPC、ヨーロピアン、ポリティカルコミュニティということですけれども、政治的にも統合するというような、構想を、モネは、進めたわけです。
で、まあまあ、その特徴としては、チャイニークロコックによる、まあ、超国家的な統合であり、その、リーダーというのは、まあ、フランスであり、アプローチとしては、まあ、このいう、あの、切断別行というのは、まあ、あの、部門別アプローチ、からさらに、まあ、あの、軍事、政治の、まあ、統合にするという、そうした、欧州統合路線で、これは、まあ、当然、アイゼンハワー政権が、まあ、支持するものだった、ということになります。で、そして、まあ、その時点において、イギリス、の位置というものは、まあ、この、6国からは、まあ、あの、完全に、離れるわけですけれども、まあ、この6国による、欧州統合の進展そのものは、支持する立場。ということです。そして、まあ、EPU という、まあ、通称、衝突の、まあ、通貨の決済、に関する、まあ、EPU、ヨーロピアンペイメントユニオンですね。欧州決済参加すると。この EPU には、イギリスは参加し、そして、まあ、その、こちらの、まあ、三角形であるようなこの、ヨーロッパ連邦、主なスピーヨーロッパ連邦の国には、まあ、あのイギリスは、まあ、それを、反対もしないし、反対もしないけど、まあ、それに支持するけれども、まあ、参加しないというような、状況が、まあ、50年代前半の状況ということになります。で、その、先ほど見たこの三角形の、構造というものが、1950年8月に、フランス国民議会、が、まあ、先ほど言いましたように、その左右、両派の、まあ反対によって、まあ、決されると。それによって、まあ、モネの、ヨーロッパ連邦、構想というのは、まあ、挫折を余儀なくされるということになるわけです。で、まあ、ここから、新しい、状況というものが生まれるんですけれども、まあ、そこではこの、ルネサット、の、中身の、この評価によると、まあこの時点においても、この、EDC というのは、まあアメリカ、アイゼンハワー政権の、まあ、第一国務長官が、まあ、推進した構想だったんだけれども、あるいは、ちょうど、まあ、54年、53年から54年にかけて、フランスにおいて、まあその他の政治状況が、ある中で、まあ、もしそのフランス国民議会が、まあEDC を、まあ、批准しなかったら、まあアメリカは欧州に対する、まあ支持、支持というか、まあ、防衛のコミットメントですね、を、撤回するかもしれないというのは、まあ、脅しをしたけれども、結局、まあEDC、ユーザーとも、欧州国に対する、まあ、コミットメントは、まあ維持されたということが、第一章のところで、まあ、書いたと思います。で、まあ、その、EDC の構想脱出のもとでの、再出発として、挙げられるのが、このメッシナ会議、という55年、6月の、会議なんですけれども、ちょっとここら辺の、歌に関しては、参考文献として、このヨーロッパ国際関係史という、渡辺、啓輝さんの、本は参考文、白川先生の参考文献としてあげたんです。これが、非常に、この第3章という、ところが、細谷さんという方が書かれているんです。非常に、丁寧に書かれていますので、まあ、もうちょっと詳しく勉強されたい方は、そちらの方を参照されることを、まあ、期待しています。なんですけれども、メッシナ、というのはイタリアの、シチリア島に、ある地名だそうですけれども、まあ、そこに、ECSC という、まあ、欧州石炭鉄鋼協会に参加する各国、の外相というのが集まって、まあ、ヨーロッパ統合を、まあ、どういうふうに、まあ、EDC、ユーザーをどう進めるのかということに関して、まあ、ディスカッション、を、するわけです。で、そこにおいては、まあ、フランスはやはりこの、もともとこの EDC に関して、まあ、EDC に関してこのリーダーシップの、リーダーシップ、その指導、もともとフランスがリーダーシップなんですけど、それがまあ、フランス、議会そのものの、まあ、まあ、非常に基準、拒否によって、まあ、挫折することはあまり発言権が、低下したんであろうとは思うんですけれども、そこにおいて、次にこの前に代わって、まあ、指導したのはこの、スパート、アンディ・スパートという人です。
ですけども、まあ、ベルギー会社、まずはベルギー会社ですね。だからまあ、当然まあこの6カ国、の中でも、フランス、まあ、ドイツはその、特殊な位置にあるんですけど、フランス、イタリアというのは大国に対して、まあベネルクス国というのは、まあ諸国なんですけれども、そこの、まあ、ベルギーの、外相というのが、まあ、主導権を、まあ持ったという話ですね。ですから、このベルスパークというのは、まあ、そのモネと並んで、まあ、初期の、欧州統合運動というのを、まあ指導者ということで、まあ非常に、有名な人です。で、その議論の成果、まあ、そこ のメシナ会議以降の、まあ、議論というのは、最終的にその56年、5月に、まあ、この、スパークが、発表した、まあ、このスパーク報告、という、まあ欧州統合 の、まあ、プログラムがあるんですけれども、そこに設立、することになります。で、その中身というのが、まあ、全体2章からなっているんですけれども、一つがその共同使用、ということと、ユーラトンという、まあ、この、これから次に説明するこの2つの、やり方、まあ、これを進めることによって、まあ、欧州統合、運動を、まあ、再建しようと、再建しようというのが、主な話題にしてきた、まあスパークの、まあ、考え方です。でそれによって、1957年3月には、この共同使用というのがこの、EEC、そして、まあ、ユーロの、条約にということで、まあ、ローマ条約、この2つからなるのがローマ条約というものが、まあ、調印されるという流れに、なるわけです。で、まあ、ちょっとその、共同使用と、まあ、ユーラトン、それぞれについて、まあ、これがまあ大体概要的な、流れなんですけれども、その、共同使用と、まあ、ユーラトンということについては、まあ次のスライドで、まあ、見ていきたいと思います。まず、まあ、先にユーラトンの方を説明したいんですけれども、続きはこちらの、UR、まあ、ヨーロッパの、原子力というようなからなるものなんですけれども、まあ、これは現時点、今から振り返って考えると、あまり、例えばこの、欧州統合ということに関して、よくその、50周年、ちょうど、まあ、50周年、この7、5年ぐらい、なんとか50周年というのが、まあ、続いた時期なんですけれども、よく挙げられるのが、この、シューマンプラン。成功されるのは、まあ、シューマンプランですね。これが、まあ、1949年に設立されて、まあ、その後の、欧州統合の礎になったという評価はよくされるし、実際この、シューマンプラン50周年ということを、まあ、いろいろ国際会議の大会で、まあ、やられた話です。そしてもう一つは、この共同使用ですね。共同使用、まあ、EEC 条約。まあ、これも結果としてはこの EEC が、EEC に、そして、まあ、EU につながっていったという形で、よくこの、ECSC と、まあ、EEC というのは、この、まあ、現時点から、まあ、現時点においてるその欧州統合、を、まあ、過去に遡って振り返っていた場合でも、まあ、非常にそれが、大事なものだったと、いうことで、重視される、二つの、ものなんですけれども、その中で、まあ、ちょうどこの、ローマ条約の時に、EEC と並ぶものとして、まあ、位置づけとして、まあ、やり方のユーラと、まあ、ECSC と、EEC に関しては非常に重視されたこのユーラトンというのは、まあ、あまり、振り返られることはないんですけれども、この時期においては非常に重要な位置を持っていたものです。その中身としましては、どういうことをやろうかというふうに考えた中身としては、その欧州の、原子力産業を、まあ
共有しようと、中身としてはその原子力発電設備というのと、あとまあウラン燃料、の、まあ購入ということは、まあ、あの売買、分配に関わるものなんですけれども、それを進めたのは、まあ、まあ、本来続きす、EDC が進めた後、この考えとしては、この ECSC につながる、ECSC というのは、まあ、1940年代、それから、まあ、50年代初頭においては、この、石炭鉄鋼、ですね、の問題から、50年後半においては、まあ、急速にこの原子力エネルギー、ということに対する、まあ、注目が、まあ、高まっているわけです。ですので、このエネルギーということに関しては、皆さん当然ご存知のように、結局、まあ、何年代かというと、まあ、その石油の問題、石炭、鉄鋼、石炭、の問題、それから、まあ、原子力。という、まあ、三つのエネルギー源があるわけなんですけれども、まあ、そのことで、石油そのものに関しては、この時点であまり問題なく、むしろこの石炭、そして、まあ、原子力へというふうに、まあ、関心が、この時点は、まあ、なぜかという話なんですけれども、ですね、まあ、これは、まあ、EDC、EPC 挫折後の、まあ、燃料欧州統合プラン、ということで、結局、まあ、EDC、EPC ということを、の向きの後で、まあ、育てた後で、むしろこの ECSC という石炭鉄鋼からさらに、まあ、ユーラトム、神経エネルギーとして、まあ、注目されていた、まあ、原子力へ、その共同の、先ほどその部門別アプローチ、のエンティレーション上で、まあ、石炭から、まあ、原子力へと、いうような、まあ、本土向きの話はあるんですけれども、やはりここで、問題なのは、今、現在、まあ、北朝鮮内、まあ、今、イラン問題ですけれども、問題なのは、まあ、核不拡散。先ほどの、まあ、フランス、ドイツが、この核問題に対してコミットをするというような欲求が、高まっていたし、ということになりますので、ちょうど、まあ、その後の時間帯だったら、まあ、核、弾頭ということに関するような、まあ、責任を、フランス、ドイツの、まあ、要求という、ヨーロッパ側の、まあ、要求ということに関する、まあ、交渉としては、まあ、このユーラトムというのは、まあ、捉え直す、ことが、まあ、必要だと思います。ですね、ただ、ここで起こっている問題では、大体今の、イランの、核の思考をめぐる、まあ、外交状況であるとか、あるいは、まあ、北朝鮮の今、軽水力開発をめぐる問題、まあ、大体いつも、同じような、問題になるわけなんですけれども、このユーラトム、欧州原子力産業の共有という問題は、大体、まあ、ポイントとしては、原子力、発電設備の問題と、まあ、ウラン燃料、の問題なんですけれども、単純にそのアメリカ側、とヨーロッパ側のその、意見の対立という、ものを整理しますと、まあ、これはその後のそのイラン問題でもその、北朝鮮、をめぐる、まあ、対応でも、まあ、全く同じパターンなんですけれども、まあ、ちゃんとアメリカ側が、原子力発電そのものは、このアイゼンハワーが、実はその平和のための原子力構想というのがあるんですけれども、ですね、アトムズフォーピース。要するに、まあ、原子力そのものは、まあ、新しいエネルギー源として、まあ、非常に、大事な問題はしたけど、それに対する、まあ、ヨーロッパ諸国というのも、それにアクセス可能であるべきだと、いうことです。まあ、当然この、平和的な原子力構想というのは、まあ、日本に対しても、まあ、言うんですけれども、なんですけれども、一方において、この、原子力というものに関して、それが、まあ、一方でその、発電のエネルギーという側面と、
で、今日の可能性としては、まあ、かなりテクニカルなところに入ってくるんですけれども、まあ、軍事利用。軍事利用の、まあ、あの転用の可能性ということを、まあ、はらんだ、技術であるわけなんですけれども、ですね、まあ、で、だ、まあ、大体それで、まあ、イランの北朝鮮でも、そうですけども、まあ、核を、核、物質を載せたいという場合に、まあ、原発を、作ると、あれ、手数料を作るという場合に、まあ、それを平和利用しますと、平和目的ですというふうに、いうわけなんですけども、まあ、その、技術的特性からして、まあ、まあ、転用が可能であるという問題、があるんですけれども、大体、まあ、その問題に関するアメリカ側の、いつものパターンとしては、まあ、どのスプランの供給に限定すると。もし、まあ、その核兵器の、まあ、拡散というのを防ぐ立場、から、まあ、そうした、燃料に関しては、まあ、アメリカが、安価に提供するので、独自に、まあ、ノースプラントを建設することに関しては、やめなさいというようなオファー、が出るというパターンは、大体アメリカとその、まあ、核開発国に、まあ、核保有国に入りたいこととの、まあ、交渉の場合、長く繰り返される、交渉なんですけど、これが、まあ、ヨーロッパとの関係でできたのが、この、最初の問題が、まあ、ユーラム、というものなんですけれども、その場合、まあ、欧州、とりわけ、まあ、この場合、フランス、なんですけれども、まあ、共同の、まあ、要する共同の、まあ、濃縮プラント、建設に対して、まあ、アメリカが、まあ、支持するかどうかということなんですけれども、まあ、フランス、および、まあ、ヨーロッパとしては、潜在的には、ボリューラとも通じて、まあ、政治的、エネルギー的な、そして財政的な、まあ、軍事的独立ということを、ロシアにおいては、まあ、考え方なんですけれども、まあ、それを、封じ込めるような、交渉で、まあ、ユーラとの交渉の中で、まあ、しているわけです。で、まあ、ユーラトム交渉に関しては、また参考文献、配布するときに、またその、文書については、まあ、文献については、まあ、お伝えします。ですので、まあ、このユーラトムという、まあ、欧州原子力共同体、ということを通じて、一方において、まあ、フランスを中心とする、まあ、欧州諸国というのは、この原子力開発を通じて、まあ、政治的、軍事的独立ということを、まあ、目標に対して、まあ、アメリカの方は、まあ、最終的には、このスクーラーの供給に、まあ、限定するということですね。その、大体この、ちょっと技術的なこと言いましたが、そんなに、めちゃくちゃに弱いわけではないんですけれども、問題になっているのは、そのノースプラント。この、まあ、ノースプラントの中で、軍事転用可能な、まあ、物質が、まあ、抽出されると。いう、ことだと思うようです。だというか、まあ、そうなんですけれども、ですから、まあ、イランの、核開発ということに関して、この濃縮プラントを、イランが、まあ、利用できる濃縮プラントを、まあ、ロシアの、国内で、まあ、建設すると、あるいはそこをイランが領域になるというような、まあ、そうした仲裁案というのが、まあ、一時期出て、まあ、それが、では、まあ、イランも、まあ、アメリカも納得しないという形になったわけなんですけど、そうしたような問題というのがちょうど、できたのは、1950年代後半の、まあ、ユーラトム交渉ということになります。そして、まあ、その本質といいますのは、まあ、結局、エネルギー源としては、汚水の浄化すると、まあ、石炭で石炭から、石油に、まあ、エネルギー構造というのは、まあ、転換して、これは、まあ、大雑把な、時代の流れなんですけれども、当然その、原子力というものは、この時点でかなり、まあ、誇張して、まあ、原子力、の、まあ、エネルギー系としても、まあ、原子力に関しても誇張されて、扱われていた側面はあるんですけれども、まあ、たかそんなに、石油というものがこう安くて、まあ、安いというのは、熱効率の問題ですけれども、まあ、良質なという点では、その様々な、石油化学、であるとか、まあ、他の、製品の、まあ、転用も可能なものなんですけど、原子力の場合は、これは、まあ、発電にしか使えないと。あるいは、まあ、その後の管理も、大変だという点で、まあ、非常にその、経済的目的だけから、まあ、考えた場合には、それほど、まあ、ヨーロッパ諸国にとっても、まあ、経済効果のために、
必要なものではなかったわけなんですけれども、やはり裏にあったのはこの、かっかり問題。ヨーロッパが、このヨーロッパ大陸というのが、この核戦争のまま、占領なんじゃないかということが極めて、危惧された時代、その、1956年から、
まあ、1949年のこの、ECSC 条約発足時においては、イギリスの立場、これはちょっとスライド前に出したスライドなんですけれども、ちょっと思い出してもらいたいんですけれども、イギリスの、まあ、外交政策の柱として、一つには、まあ英連邦、そして、まあ欧州統合、そして、まあ英米保守関係、まあ、ここで の、3つの、まあ対外関係ということを処理しながら、まあイギリスの大国としての位置を、維持しようというのが、まあチャーチル、そして、まあ、以前に引き継がれた考え方だったんですけども、この ECSC、ということを例えばシューマン、フランス、ロックフランスを中心として、まあ、おっしゃる6カ国が行くときに、イギリスは、まあ、それに支援、するけれども、まあ、入らないと、いう、決断をした場合にはまだ、この英連邦との関係、そして、まあアメリカとの関係というものが、まあ非常に、まあ、強固だったわけなんですが、それが、まあこの6年間、49年から、まあ、56年、まあ、7年間という時期ですけれども、このプライオリティというのは非常に、まあ、大きく変わってくると。で、一つには、イギリスを除外した形というのはこの欧州東欧諸国、6カ国ですね。これが、まあ、経済成長、経済復興というと、でこれは、まあ、数値的に GDP の成長で見たら、まあ、明らかなんですけれども、その、欧州統合に参加した6カ国というのは、まあ経済成長を続けるに対して、イギリス本国、これは、まあ50年代、経済停滞、を、まあ続けていくと、まあ、このコントラストというのが、まあ、まず第一の、状況の変化、ということになりますね。その欧州統合、ECSC、を通じた、まあ、欧州統合に参加した6カ国というのは、まあ、経済復興するのに対し、イギリス本国は、まあ、経済停滞をするという、コントラスト。これが、まあ第一の、まあ、基礎的な変化、ということになります。そしてもう一つは、この政治危機、を通じて、まあまあ、イギリス以外の、まあ、世界に対するコミットメントということで、この、英連邦諸国の中で、まあ、結局のところ、そのスエズ出兵に対して、まあ、アメリカの反対によって、まあ、撤兵させるということによって、まあ、英連邦諸国、ないし、まあ、諸国の中で、まあ、独立要求、というのが高まると。最終的にはそのマクミランの変化の嵐、ウィンドウチェンジというんですが、まあ、アフリカの、旧アメリカ、イギリス、植民地諸国で、まあ、独立改正というのは1950年をさせていただくことなんですけど、まあ、そうしたものに伝わるような、まあ旧植民地あるいは英諸国の、まあ中大の、まあ、弱体化というのは、まあ、政治的によって当然、まあ、イギリスの世界、まあ、外交政策に対して、まあ、アメリカが、ノーと言ったという意味で言ったら、まあ英米国家関係というのも、まあ、この政治危機を通じて、まあ、戦後最悪の状態になるというような形で、まあ、3つの関係そのものが、まあ、動揺していくということで、まあ、マクミランの場合はこれを、まあ、どういうふうに再現していくかということが、まあ、マクミラン政権の伝えたいわけなんですけれども、そのもとで、そういうような状況を、まあ、踏まえて上で、先ほど言いましたように、
まあ、メッシュ社会に行こう、この6億個というのは、欧州経済協会というんですけど、まあ、その中身としてはその、この時点ではその中身としては、まあ関税同盟ですね。この時点では、まあ、関税同盟で、そして、まあ域内関税を引き下げると。でまあ、そういうような、交渉を、まあ、6国が、まあ、進めているという状況で、まあ、もしこの、6国によるこの、関税同盟の強化、それに、まあ、イギリスが、例えばその ECSC の、すみません、先ほどのメシナ会議には、まあ、イギリスは参加してないんですけれども、そういう形で、まあイギリス側の、まあ、英連邦であり、あるいは、まあ、そのイギリスに、欧州機内においても、EU に従う、後に、まあ、EFTA に参加する、まあ、7国と。あと、その EFTA 諸国というか、まあ、その後に EFTA に加盟する7国ということなんですけれども、そして、まあ、この、EFTA の7国。イギリスの6カ国と、そして、まあ、英連邦諸国、そして、まあ、6カ国との、まあ、貿易関係というのは、まあ、どういう関係に、なるのかということによって、まあ、それは、当然、まあ、諸国の産業構造が違うので、まあ、非常にこの交渉というのは、政府付けが難しいんですけど、まあ、大筋においては、まあ、6カ国および、まあ、イギリスというのは、まあ、先進国、工業国。そして、まあ、英連諸国には当然、まあ、低下という、まあ、資源。農業システムというのは、まあ、いるというのは、まあ、ことなんですけれども、まあ、状況としては、その EC 諸国、EC 諸国、無償の諸国というものが、この6国における、まあ、関税同盟であり、そのもとでの、域内関税、引き下げというような枠組みは進もうとするに対し、まあ、もしその枠組みからそのイギリスが、まあ、除外された場合に、そもそもこの関税同盟、6国で関税同盟、そのもとで、まあ、域内関税引き下げした場合というのは、当然、まあ、現時点で、例えば日本が、まあ、アジアの FTA から、まあ、取り残されたらどうなるという議論と同じ、話なんですけれども、イギリスの6カ国への輸出、通称というのが、本来になっていると。で、とりわけ、まあ、1950年代前半からこの10年間のトレンドとしては、この6カ国というのは、まあ、経済復興し、そして、まあ、経済成長すると。で、まあ、それに対して、まあ、イギリス、というのは、この6国の経済成長から、まあ、取り残されると。そして、まあ、その6国内部における、まあ、関税同盟から、まあ、ブロックされているというような、行動に、まあ、引きが、まあ、あったわけです。ですので、この、マフミナン、が考えた、プランとしましては、このプラン G、G 計画と呼ばれるものなんですけれども、まあ、この、イギリス大連邦との、まあ、通商関係そのものは、まあ、まあ、緩やかな、通商関係というふうに言えるんですけれども、こうした、まあ、EC のように、関税同盟、いろいろな、関税を、まあ、共通化すると、いうようなものではなしに、まあ、比較的、まあ、緩い、自由貿易圏なんですけれども、
そうしたものとして、やるんだったら、連邦証拠であり、エフタ、というものも、まあ、この、EEC 証拠、EEC と、まあ同じ枠組みの中で、まあ、これがプラン G ですね。この、ヨーロッパ国際関係士の、瀬谷さんの担当の、その G 計画として、まあ、紹介されている、ものなんですけれども、まあ、イギリス、エフタ、そして、まあ、英国諸国というものが、そして、まあ、EC、諸国諸国と、まあ、分裂するのか、ここで56年から、まあ、58年から最初交渉というのを FTA 交渉というのは、まあ、ローマ条約、6国のみで、まあ、主体となまあ、関税同盟、を結成するのか、あるいは、まあ、イギリスの、マクミラン政権が、マクミランが、まあ、進めるような形で、まあ、もうちょっと緩やかな形で、まあ、7カ国、というものを、まあ、参加して、まあ、欧州の、まあ、国数としては、この13カ国による、7カ国、13カ国による、まあ、一本化による、まあ、重化交渉にするのか、あるいは、まあ、EC、6カ国による、まあ、貿易重化、ない、まあ、関税同盟にするのかということに関する交渉が、まあ、大体57年から58年末まで、続くんですけど、まあ、最終的には、まあ、双方、一致せずに、58年末までに、まあ、この FTA 交渉というのは、まあ、失敗する、決裂するわけです。ですね、それで、まあ、その決裂後、まあ、最終的には残された国々のところで、1960年5月に、まあ、欧州自由貿易連合、EFTA、7カ国が、まあ、発足するというような形で、結局のところ、この EC6 カ国と、こちらの、まあ、イギリス、というのは、まあ、決裂するというのが、まあ、この自由貿易をめぐる、まあ、50年代後半の、まあ、流れということになります。そして、もう一つ の、 要素として、まあ、これが、まあ、イギリスのことなんですけど、フランス、自身も、まあ、大転換、まあ、大転換というような、まあ、ドゴール政権が、まあ、発足するということで、まあ、スエズ侵攻失敗、そして、まあ、アルジェリア危機、アルジェリア危機に関しては、まあ、あれですね、まあ、ちょっと面白い話があったんですけれども、まあ、よくある僕たちの戦争の人たちっていうやつが、僕たちのですけれども、まあ、アルジェリア、結局、まあ、大きな流れとしては、その、フランス、イギリスの植民地、帝国、に対する、まあ、解体をめぐる話なんですけれども、まあ、アルジェリアにおける、まあ、フランスの、現地軍というものが、反乱をするという、戦争に対する、まあ、その、では、何回かの日でしたっけ、まあ、これは、ちょっと、まあ、事実上かなり、事実に近い話なんですけれども、それによって、フランスのドゴール政権というのは、成立すると。もともとは、まあ、そのフランスの現地軍からすると、まあ、ドゴールというのは、まあ、この、アルジェリアを、まあ、植民地領有するという感じで、まあ、支持するはずだったんですけど、まあ、その補足等においては、まあ、それを、まあ、維持する形になるんですけれども、このドゴールというのは、先ほど言いましたというか、その、ECSC から、まあ、ユーラトに至るような、もの超国家的な、まあ、統合性となる、ヨーロッパ人のヨーロッパ構想ということを、始めます。ということを行います。で、これが、まあ、それでさっと、今日、読んでいただいたのは1960年代、のところで、大西洋共同大学に対する、まあ、ドゴールの挑戦、という章の、まあ、主なメインテーマ、ということになるわけなんですけれども、まあ、この講義全体の、まあ、大きな、テーマとなるわけなんですけど、まあ、大西洋共同体と、欧州統合と、
という関係に対して、まあ、あの業種側からそれまで、まあ、50年代半ばぐらいまでは、50年代半ばまでは、まあアメリカの進めるその欧州統合政策に、まあまあ、モネなり、ベルギー、あの、ベルギーの、まあ、スパークなりの、まあ、親米、的な、まあ、政治家が、まあ、それを、受け入れる形で、まあ、指導するわけだったんですけれども、この局面になりますと、ヨーロッパ人のヨーロッパ。という、まあ明らかに、まあ、アメリカの欧州統合政策、からすると、まあ、非常に、危険なというか、まあ、これを、アメリカは、まあ、ゴリズムとして批判するわけです、まあ、そうした、第三勢力を指向するような、まあ欧州統合論ということが、まあ出てくるわけです。で、まあ、その、あまり、まあ、このところに関してその対反米であるとか、そうしたことを強調するような、実態としては、ドゴールの政策でよく見てみると、まあ、欧州の自立というもの、これも、まあ、レトリック、なところが多くて、ですね、全体としては、この時点での、大国というのは、まあ、ソ連に対して、まあアメリカの、まあ、冷戦ということが当然あるわけなんですけれども、もう一つその、西側においての序列としては米、そして、これがまあ、ここより上というのは、核保有国。なわけです。そして、まあ、その、西側同盟の、内部において、フランス、そして、まあドイツ、まあ、こうした、まあ、一種この上の上の線は核保有国であり、まあ、その時点でいたとすれば、まあ、核クラブ同時に、まあ、国際政治に、まあ、発言権を持つ大国であると、いうことがあるんですけれども、まあ、ドゴールが、考えたこととしては、この西側において、まあ、米仏、これによる、まあ、三党政治論、と言いますか、この、皆さん読んでいただいたルンデスタットの本のところでも、ですね、ちょっと今日本、まあ、お持ちの方、56ページ、を開いていただきたいんですけれども、56ページ、6章の、初めのところで、2ページ目なんですけれども、その56ページの一番最後のところにおける、その言い換えれば、米英仏三党首相体制が、まあ、西側世界を支配するというわけですと。それ前にも結果が多いとされたというようなんです。まあ、この、米仏による、まあ、三党支配体制になります。三党、政治論。これが、まあ、まあ、主な、主張であって、要するに、まあ、第一次大戦に勝利した、まあ、アメリカ、イギリス、フランス三国において、まあ、国際政治の問題を、まあ、議論しようということが、まあ、したら、まあ、実態なわけです。で、そういう結果としては、この、核保有国と、まあ、比較、核、非、核保有国という事態からして、結果としてどうなるかというと、まあ、問題になるのは、この、イギリスの位置、そして、まあ、フランス、ドイツの三国の関係というのが、核をめぐってどういうふうな、関係になるのか。というここに来週、中心的にお話したい、ポイントがあるんですけれども、まあ、これが最後に今日言いたいんですけども、その前に、まあ、全体 の, 整理、今日の議論 の,、まあ、この整理をしたいと思うんですけれども、まずイギリス、の場合は、スウェズ機と、
あの不動産局、そして、まあ、EDC、の流産という、まあ、3つを経て、まあ、どういうふうに、まあ、イギリス、フランス、ドイツというのが、転換したのかということを、まあ、整理しますと、イギリスの場合は、まあ、マクミラン政権というのが、スウェーデン国の、まあ、英帝国再編ということを考え、まあ、FTA 交渉、を、まあ、進めていくと。あ、まあ、EC と、まあ、交渉していくということですね。そして、フランスには、ドゴル政権が、まあ、発足し、そして、まあ、米英仏による、まあ、三層政治、というのを、まあ、考えるということで、もう、まあ、今日は、お伝えしたけど、まあ、西ドイツ、まあ、アデナワー政権はこれを継続するわけなんですけれども、まあ、この第一次ドリンクに至る、まあ、核危機、の中で、なんとかこの、核問題に対する、発言力、まあ、当然その、核保有ということに関して非常にドイツが考えるのは非常の問題なので、実質的に、まあ、こうした核問題に関する、まあ実際そのアメリカとソ連が、まあ、危機に行った場合危機がしないようにおいては、まあ、その戦争になることを予想される、まあ、ドイツというのは、まあ、持ちたいと思うというような状況が、あるわけです。で、それでですね、こうした状況の中で、2つの課題としては、まず安全保障面では、核管理問題、フランス、ドイツ、というものが、まあ、この核クラブに、まあ、入ろうとするという、問題ですね。そして、まあ、経済問題では、まあ、通商交渉、ですね。で、最終的にこの予習された方は、分かるように、その権威ラウンド、議論ラウンド、権利ラウンドという、まあ、1960年代前半の、まあ、米欧間の関連仕掛け、まあ、公共政権ですけれども、まあ、60年代の権利ラウンド、70年代 60年代の権利ラウンドというのは、まあ戦後の、まあ、ガットを通じた、まあ、通商自由化の、まあ非常に大きな転換点になるわけなんですけども、それをめぐる米欧間の、まあ通商交渉という、まあ2つの課題としては、まあ、この核管理問題と、まあ、通商交渉という、まあ、2つの、課題があるわけなんですけど、それを、まあどういうふうにこのフランス・ドイツの、核抑止力、要求に対して、まあその声に応えながら、まあ、アメリカはその、向上を進めながらということなんですけれども、その場合、焦点になるのがこの時期なんですけれども、イギリスの、EEC への加盟問題ということが、加盟問題ですね。これが、まあ最重要な、まあ、焦点に、なっていると。それは、まあ、核管理問題、においても、通商交渉においても、まあイギリスが、まあ、どういうポジションを取るかということが、この時期における、米欧関係、まあ、それぞれ、大事なんですけれども、こうした関係というのが一番大きな問題というのは、まあ、イギリスの EC 加盟、問題ではないかと思うんですけれども、で、例えば、まあ、フランスからすると、じゃあ、イギリスが、まあ、現実この時点においては、まあ、核攻撃力というのを持っているわけなんですけれども、なぜ、まあ、アメリカのイギリスだけを、まあ、特別扱いするのかというような問題、が発生するわけです。ですから、まあ、この時点において、いろんな可能性があるわけなんですけれども、特には、実現したもので言うと、フランスとドイツの属数字、パリボン数字ですね、実は、まあ、この、問題に対する、まあ、意見の一致を見て、まあ、フランスとドイツ、というものが、まあ、フランスのドゴールと、まあ、ドイツのアデナワーが主張の、まあ、個人的な、アクセス力になるわけなんですけれども、この連携が生じると。そして、まあ、イギリスの持つ、まあ、核管理、核戦力、これを、まあ、西側同盟がどういうふうに管理するかと。いうことなんですけれども、その前に、まあ
ここで、ごめんなさい、まあ、大体この、第2の転換の、まあ、前夜ということに関する、まあ、主要素ということは、まあ、説明できたと思うんですけれども、ライデンサー政権末期のその合理構想というものから、このヌンデスアットに重視しているこのアシストの、まあ、NSM40 という、まあ、1960年の、まあ戦略文書、ちょっと私考え方としては、先取り、まあ、来週の要素を先取りしますけれども、要するには、イギリスの核戦力というのを、持たないようにすればいいと。で、この核戦力を持った場合じゃないと、もしイギリスが核戦力を持ったまま、EEC に加盟した場合だと、その欧州諸国というのが、イギリスの核というものが、まあ、EEC の、ヨーロッパの核になると。という危険性はあるけれども、そのために、その危険性を排除するためには、結局、英米特殊関係というものを、というのが、まあ、その戦後の、アメリカの欧州統合政策というのは、まあ、一番の、問題というのは、この英米特殊関係、これを優先させることが、まあ、一つの現時点において、そして、まあ、イギリスにおいても、このアメリカとイギリスの特殊関係というのがあるから、最終的には、欧州統合に参加しなくても、アメリカというのは、まあ、イギリスを優遇するであろうと、そういうような、まあ、間違った期待というのを、イギリスに、与えることになったと。なので、まあ、第2の転換、ということで、一番大きな内容としては、私としては、まあ、よく含まれるんですけども、一番大きなポイントとしては、まあ、第一の転換がその、イギリス指導からフランス指導への、転換であったということに、否定することとして言うんでしたら、第二の転換ということで、今言った、まあ、諸問題、欧州統合に関わるような、まあ諸問題ということに関して、これを、まあ、解決する、策として書いたこの、NSM40、の中心的な内容としては、英米特殊関係。これは、まあ、各外交、経済、